ババコンディションは良。枠入り9番の名勝ハリオが収まります。第45回帝王賞 G1 今枠入りが終わりました。スタートしました。揃った飛び出しです。まずは何が出ていくか。横に広がっています。5番のオーベルニュ、外からはクリンチャー、そして8番の帝王ケインズに9番の名勝ハリオ。クリンチャーが行くか、うちは5番のオーベルニュ。オーベルニュの方が前に出た。オーベルニュが少し飛ばしていきます。2番手にクリンチャー、そして帝王ケインズは3番手に構えて1コーナー、9番の名勝ハリオ、そして内に6番の中和ウィザード。この圏内固まり始めて1番のスワーブアラミスは外に出しました。1、2コーナー中間、内に3番ノンコの夢、そして2番のオメガパフュームは後方2投目に構えて2コーナーカーブ。1投離れたのは4番ネオブレイブ。向こう上面に出ます。ペースを作るのは5番のオーベルニュ。リードが1馬身、7番のクリンチャー、そして8番の帝王ケインズ前に迫ってきた。そして外からは1番のスワーブアラミスが動く。スワーブアラミスが外から前に取り付いて先段4頭固まって向こう上面中ほど開いた。5番手に9番名勝ハリオ、その後ろの圏内に中和ウィザード、ノンコの夢、進出開始は2番のオメガパフューム。外から押し上げていきます。4番ネオブレイも差を詰めて9頭固まって3コーナー前は5番のオーベルニュ、並んでいくのはクリンチャー、そして外に帝王ケインズ、1番のスワーブアラミス。4頭固まって4コーナー、その後ろの圏内中和ウィザード、名勝ハリオ、オメガパフュームは大外に行った。4コーナーから直線広がっての攻防、クリンチャーがわずかに先頭か、クリンチャーか、内を救ってくる中和ウィザード、外は名勝ハリオ、大外からオメガパフューム、オメガパフューム伸びて200を通過、内を救った中和ウィザード、外は名勝ハリオ、大外オメガパフューム、帝王ケインズは伸びない、現在4番手、あとはクリンチャー、名勝ハリオ、中和ウィザード、オメガパフューム、9番の名勝ハリオゴールイン。9番名勝ハリオ勝ちました。勝ったのは9番名勝ハリオ、 G1 初制覇。うちを救った6番中和ウィザード、差のない体勢ですが2番手、外から伸びたオメガパフュームが3番手。